こんにちは。私はガデスです。So, 私は水彩画です。So, 私はイギリスから来ましたです。そして日本15年ぐらい住んでいました。そして多分20年ぐらい、一番最初来ました。でも時々イギリスに帰りました。日本語がまだ下手です。本当にごめんなさいね。私はちょっとよだきな人、ごめんなさいね。でも頑張ります。そして20年から水彩始めた。そして日本の水彩の先生がありました。彼は素晴らしい人です。でもこのビデオの中に、最近描きましたの絵について話します。So, 多分私はいろいろの日本のところについて話します。そして私の絵もそれもについて話す。日本の風景すごい大好きです。そして日本でたくさん素晴らしいところがあるです。So, 最初、多分3年か4年前に産山に行きました。So, 産山、熊本県と思います。すごい面白いところ。なぜなら普通、日本の風景、何ですか、米の畑、田んぼ、そして山多いでしょ。でも産山、多分ちょっと高いところ。でも不思議の風景があるです。この丘があります。ちょっとイギリスようにです。たくさん丘がある。そして牛もがある。これは何ですか？オスの牛。Bull。A bull。英語でね。素晴らしいね。そのオスの牛の形ね。その horns。その角。すごい面白いと思います。So, これもちょっと不思議ね。普通日本の風景、牛見ていませんね。So, このところに行ったとき、すごい嬉しかった。すごい面白いと思いました。そして、夕日になったとき、本当に美しいです。そして、この絵をしました。この絵、好きけど、多分、また描かないといけません。十分じゃない。少し失敗しましたと思います。少し不思議なものがある。例えば、青い雲。本当にすごい青い雲ね。それは自然じゃないでしょ。でも、本当に私はちょっと好きです。でも、未来、多分もう一回する。そして、青い雲する。ちょっと面白いですから。そしてこの霧もちょっといいけど、少し失敗しましたと思います。So, もう一回この絵を描きましたね。So, 最初これをしました。残念でしょ。ダメでしょ。それ暗いでしょ。すごい暗いすぎる。オレンジが多いすぎる。この紫多いすぎる。遠い山も青いすぎるもんね。これは紫すぎる。そう、失敗。捨てる捨てます。次のまだちょっとダメでしょ。その空綺麗じゃないね。この雲の形、落ちるように気持ちいいね。それが好きです。
でも、失敗、砕すぎる。そしてこの遠い山、これは多分ソフト、柔らかい、もっと柔らかいいる。これは強いすぎる。これはの方がいい。でもちょっと複雑すぎるね。もっとシンプル、簡単がの方がいいね。これは。それも失敗しました。ちょっとそれようにです。次の絵、ちょっと恥ずかしいです。本当に恥ずかしい。ただ これは何ですか？空、本当に好きです。綺麗と思います。でも、ちょっと薄いすぎる。薄すぎる。薄いすぎる。もっと強い空がいるね。この遠い山、素晴らしい。この木、それもなかなかいい。この畑を丘、それもいいです。でも、一番最悪、この牛。大きすぎるね。ちょっと本物みたいじゃないでしょ。残念です。その牛。間違えました。近いすぎる。入ることができません。すぐにこれは、壁みたいです。すぐに止めて言いますね。大きすぎる、近いすぎる。それも失敗しました。でも、後ろで他の絵描きます。次は、ついにちょっといいです。明るいでしょ？明るい気持ちいい。それはちょっと好きです。ちょっと明るい、でもコントラストもがあるね。でもここでこの空とこの山、ちょっと別気持ちいい。それは少し失敗ね。この緑、それもいいと思います。この牛、サイズはもっと正しいでしょ。そして、すごい好き、この草。これは好きです。これは、日本語で言うことができる。例えば、筆ね。これをしました。フリック、スプラッタしましたね。この部分。紙はフラットじゃない。これようにね。そして、その小さいの水、絵の具、落ちる。走る。下で行くね。ごめん、よく説明できない。そして、このすごい綺麗、効果ありました。これは嬉しかった。これは多分大丈夫。捨てません。多分。次は嬉しいです。この空。ちょっと不思議ね。でも好きです。すごい明るい。そしてドラマチックね。大好きです、私は。この遠い山もすごい好きです。ちょっと柔らかい。色はきれい。でも霧、この線、ちょっと強いすぎるね。でもまだ好きです。畑もすごいいいです。そして、この牛、サイズはいいですよ。いい雰囲気がある。いい雰囲気。見たとき、いい気持ちいいです。この平和っぽい。この絵についてすごい嬉しいです。次、この絵です。これはもっといい。この空、少し青い部分しましたね。ちょっとバラエティがある、この空。この山、もっともっといい、もっと柔らかいですからね。ソフト。この雲、すごい柔らかい、ソフト。すごい好きです。綺麗ですね、そのソフトね。
そしてこの畑、ちょっともっと基礎の畑しました。複雑じゃないね。これはちょっとうるさい。多すぎるなものね。この草、もっと草、もっと基礎ね。もっと平和、気持ちいいね。この絵、すごい嬉しいです。すごい嬉しい。そして牛のサイズは正しい。形は大丈夫です。でも多分素晴らしいじゃない。でもパス、パス。でもこの絵好きです。嬉しい。もっと大きい、もっと大きい絵ね。この絵もすごい嬉しいです。特にこのテクスチャが大好きです。これはそのフリック、そのスプラッタでしましてね。もしこのものしたいね、大きい注意があるね。最初絶対負けたね。何回何回しないといけませんね。ごめんなさいね。でももし上手になりたい、それようにです。それは真実。何回何回しないといけません。最初すごい負けるね。でもだんだんもっといいになる。多分3年4年このテクニック練習しましたね。まだもっといいできるね。気持ちいい。でもこの絵が好きです。いい雰囲気がある。平和っぽい。すごい平和っぽい。多分太陽の周り少しもっとソフトできる。もし自信がある、濡れてティッシュ使いますね。そして牛サイズ正しい。でも形大丈夫。でももっとよくできると思います。でも嬉しい。そしてそれあとね、抽選、挑戦、抽選、多分チャレンジ、チャレンジしましてね。ちょっと待って。このチャレンジね、すごい大きい絵を描きましてね。長い時間大きい絵描きません。なぜなら、長い時間ね、水彩画しました。20年ね。でも真実ね、ビジネス、だんだん、5年前にビジネスになりたいが欲しかったね。でも、ちょっとダメだったね。そして私の自信少しなくなりましたね。絵を描く続ける。なぜなら絵を描くが大好きです。でも、その自身、例えば大きい絵を描く、田舎に行く絵を描く、なくなりましたです。なぜなら自信が少しなくなりました。でも頑張りました。そして大きい絵をしました。なかなか嬉しい。大きいでしょ。額縁の中にもっと大きいになるね。嬉しい。彼は墨で草を描きましてね。そのテクニック、大丈夫。でも前にのテクニックだけ十分と思います。もっと面白い。牛のサイズ素晴らしいです。その畑が好き。山はとてもいい。でもちょっと強い。その山、硬い線があるね。もしもっとソフト、もっといい。でもまだいいです。それは少し複雑でも好きです。この絵すごい嬉しかった。大きい size しました。一番最初もすごいびっくりした。一番最初の絵、大きいサイズの絵、負けると思いました。はず、はずです。でも、よかったです。それは私の最新の絵、一番最近の絵。このビデオ今終わりです。
さあ、見るのためにありがとうございます。私の日本語、本当に下手。ごめんなさいね。でも多分、だんだんもっと上手になることができるね。コメント、もしコメントする、ありがとうございます。もし、like、好きする、すごいありがとうございます。終わりです。ありがとうございます。気をつけて、そして頑張りましょう。バイバイ。